速攻リバプール遠藤航に対するコップの超リアルな反応、矢印 DMF は必要か。昨年夏に遠藤航と契約した時、多くの人は彼をその場しのぎの選手、あるいはスクワットプレイヤーと見ていたと思う。彼は期待以上の選手だと言っても過言ではない。リバプールは今回もディフェンシブミッドフィールダーを獲得する必要があると思いますか？それとも遠藤がファーストチョイスのままでもいいと思いますか？これに対する海外の超リアルな反応がこちら。私たちは彼に謝罪する義務がある。それでも夏には DM が必要だ。特に選手のベストを引き出す方法を知っているクロップがいない状況では、遠藤は素晴らしい選手なのは間違いないが、いくつもの大会を進めていくときに彼一人では不安が残るのも正直な気持ちだ。間違いなく獲得する必要があるだろう。彼の年齢を考えると3年ほどで交代になる可能性が大きい。遠藤には指導をお願いしたい。遠藤は間違いなくファーストチョイスになるだろう。ただ DM にしてはボールを失う機会が多いのは改善しなければならない。彼は毎試合10本中7、8、9本を成功させており、爽快な調子で体調不良でもないのに、なぜ変える必要があるのだろうか。LFC には、信頼できる臨床目標スコアラーなど、取り組むべき重要な領域があります。遠藤さんは本当にすごいです。私の目には DM が第一希望です。彼は今の調子でプレミアリーグのチームに入るだろう。何のために新しい DM に署名しますか？遠藤がベンチにするには、アカデミーの選手、つまり培植機を育てながら、あと数年彼のプレーを楽しみましょう。遠藤は素晴らしい選手だがチームに加入するのが遅すぎた。彼は30歳であるため負傷の可能性も大きい。長期的な選択を考える必要があるだろう。私の中ではファーストチョイスは遠藤航だ。正当に世界サッカー界のトップ3の DM に名を連ねている。ロドリ、KDB、ライス、カイセドと同じピッチに立った時、遠藤は彼らを上回っていたことが真実です。私はいつも彼を信じていました。彼は自分のスキルと練習に責任を持っています。彼を死ぬに追い詰めるべきではないので、まだ誰かを獲得すると思います。怪我の教訓をすでに学んでいると確信しています。